ルーツボコウの刀身の木目状の模様、残土アサあるいは初期ガージャールアサイランダマスカスコウとは、木目状の模様を特徴とする鋼であり、古代インドで開発されたルーツボコウであるウッツコウの別称である。ダマスカスコウの名は、シリアのダマスカスで製造されていた刀剣などの製品にウーツコウが用いられていたことに由来する。現在は、遺書の金属を積層鍛造して、 模様を浮かび上がらせた鉱材もダマスカス鉱と呼ばれているが、本来のダマスカス鉱の模様はルツボによる成功における内部結晶作用に起因するものである。微小なカーバイドの層からなる模様を特徴とするルツボ鉱。ウックはカンナダ語で鋼を意味する。南インドで紀元前6世紀に開発され、世界的に輸出された。その後の学術的な研究により、 ほぼ完全な再現に成功していたと思われていたが、ドイツのドレス伝工科大学のペーター・パウフラー博士を中心とする研究グループによる調査で、ウーツ光からカーボンナノチューブ構造とおぼしき感情構造が発見されたことで、現代のウーツ光の再現は完全でない可能性が示唆された。だが、見つかったのは単純な感情構造のみであり、 電子顕微鏡の電子線によって開けられたものではないかという指摘がなされ、これについての回答は得られていない。また、調査対象となった16世紀イラン酸の刀剣の素材のルツボ鉱がどこで製造されたものなのか、不明であること、さらに他のウーツ鉱やそれ以外の刀剣との比較研究がなされていないことから、この発見がウーツ鉱全般に共通する特徴とは、 断言できないとの指摘もある。ダマスカス工を用いたナイフウーツ工によるダマスカス刀剣の製法は失われた技術となっている。高品質のダマスカス刀剣が最後に作られた時期は定かではないが、おそらく1750年頃であり、低品質のものでも19世紀初期より後の製造ではないと考えられる。材料工学者の JD バーフーブンとナイフメーカーの AH ペンドレらは、 現存するダマスカス刀剣を解析することにより、当時の製法を再現する試みを行っている。製法はまず、鉄鉱石に木炭や生の木の葉をルツボに入れ、炉で溶かした後にルツボを割れると、ウーツ鉱のインゴットを得る。次に、ウーツ鉱からナイフを鍛造する。ダマスカス刀剣の特徴となる、ダマスク模様として、 炭素鉱の粒子が相乗に配列するためには鉱材に不純物として特にバナジウムが必要であったとされる。このことからウーツ鉱とダマスカス刀剣の生産が近代まで持続しなかった原因をインドに算したバナジウムを含む鉄鉱石の枯渇に帰する推測を行っている。また本研究ではこの模様の再現についても検討を行っている。 炭造中のナイフ表面に縦に浅く、彫り込みを入れた後に炭造を行うことで、彫り込みの形状に沿った模様が生じた。直線上に彫り込んだ場合は、はしご模様、丸か彫り込んだ場合は、バラ模様が生じる様が報告されている。現在、高級ナイフ等に一般的に用いられているダマスカス鋼は、一種の金属を積層し炭造することで、 ウーツ鉱を鍛造した時に現れるものと似た島模様を表面に浮かび上がらせた鉱材である。素材をモザイク状に組み合わせることで任意の模様を浮かび上がらせることも可能である。また、鉱製のチェーンやアイヤーを鍛造することで製作するチェーンダマスカスやワイヤーダマスカスといった鉱材も知られる。ダマスカス鉱の謎に迫る人類が ステンレスコーテに入れるまで http://materials.iis.erret.in スラッシュウーツヘリテージ、うつ、h t m h ト t m ライボールドエトールネイチャー2006、444、286、カーボンナンオトゥーブス、サラディン S シークレットエポンネイチャーに基づいた。 rsc による記事 http コロンスラッシュスラッシュ www.nature.com スラッシュニューススラッシュ2006スラッシュ061113スラッシュフルスラッシュ n e w s 061113ダッシュ11ト html ハット http w w w a r c h a r o d g オンラインでマガジンフンドプンクトファースチャン2006 スコッツタリズマンダマステラトウントナンドロート、セーテマイナス1、http コロンスラッシュスラッシュ www.toms.org スラッシュ pubs スラッシュジャーナルズスラッシュ jom スラッシュ9809スラッシュ、e、v e r h o e v e n 9 8 0 9 h t m l ありがとうございます。